んでこんなことに。逃げるぞ。腹が減った。水でも飲むか。まさかあの黒脂肪がヘマをするなんてな。やっと薬の開発が軌道に乗ってきたところだったというのに。クソ、なんで摘発なんかされたんだ。クソクソ、なんだお前。ここは私の場所だ。あっちに行け。無駄製薬はもう諦めるしかなさそうだ。早く事務所に戻って次を、うん、と言いたいところだが、事務所にまで警察が来ていたら面倒だ。しかも金は全部黒脂肪が持って逃げているからな。ほとぼりが冷めるまでこうしてホームレスのふりをするしかないか。うん、あれは鬼滅学園の。あ、炭治郎、ソフトクリーム食べない？いいね、食べようか。ソフトクリームだと。一つは二人でイチャイチャしながら食べるんだろう。目障りな。私だってソフトクリームの一つ買う金くらい。これは何味にする？やっぱりミックスかな。天は私の味方のようだ。ポケットには300円と何かの薬が入っているではないか。何の薬か。そんなの試してみればいいだけのこと。ありがとうございます。あっちのベンチで食べようか。あ、これは失礼しました。カナオ、大丈夫？うん、すぐに代わりのものを。あ、ちょっと待っていてください。あ、行っちゃった。私はなんて頭がいいんだ。この代わりのソフトクリームにこの薬をかけて、あとはこれをあいつらが食べれば。お待たせしました。これどうぞ。すみませんでした。では私はこれで。いえ、こちらこそ不注意ですみません。ありがとうございました。あとは薬の効果を待つだけだ。透明人間か仮死人間か、子供になるか、体が入れ替わるか、それともまだ実験段階だった、あんなことやこんなことが起こるか。効果は何でもいい。困ったところを助けるふりをしてうまく丸め込むだけのことだ。おいしいね、炭治郎。うん、あれ？でもこれ、なんか。どうした？めまいか。カナオ、大丈夫？さあさあさあ、どうなるんだ。炭治郎、カナオ。え、これ、俺たち小さくなってる。どうしよう。さすがにこのままは帰れないし、時間が経てば治るかもしれない。ここでしばらく様子を見よう。とりあえずいろいろトラブルにならないように、今は小さな子供に紛れてうまくやり過ごしょう。そうね。まあ子供になるなんて都合がいい。あいつらを誘拐して金を親に身代金を要求すれば。やあ君たち、見ない顔だね。こんにちは。私はここの公園に毎日来ていてね、君たちは初めて見るなと思ってね。ちょっと隣町から遊びに来てて。そうなんでしょ。親御さんの姿が見えないようだけど、もしかして迷子かな。違います。すぐそこのお店で買い物してました。そうか。しぶといな。家に送っていくという口実で連れ出そうと思ったのに。ああ、それより俺そろそろブランコやろうかな。あ、私も。ふむ、それじゃあ私が押してやろう。
うん。お母さんが来るまでね。いいだろう。どうせ戻りはしないんだ。時が来たらここから連れ出してそのまま。少しお遊びに付き合ってやるとしよう。ああ、高い高い。もっともっと。こうか。怖いと言っても止めてやらないからな。タッチ。次おじさんが鬼だよ。いいだろう。手加減はしない。じゃあ人間を。少し付き合ってやるつもりだったが、まあ案外悪くもないな。可愛い子たちではないか。返してしまうのが惜しいな。しかし身の代金のため。おい、お前たち、暗くなってきたぞ。そろそろ帰らないのか。その、なんだ、家がわからないのか。送って行ってやる。さあ帰ろう。いやだ、わけは言えないけど帰れないんだ。そうなの。なに、帰らないだと。そうか、子供の姿だから家に帰りたくないのか。しかしどうにかしてここから連れ出さなければ誘拐ができないじゃないか。わがままを言うな。とにかくこんな時間に子供が公園にいたらまずいんだ。空気を読め。やめてよ。ダメなの。そんな目で俺を見るな。私はお前らを誘拐して身の代金を。あっちが騒がしいけど何かしら。あれ、ロピタ、どうしてこんなところに。どうしよう、助けないと。おじいさん、お願い。しようか。帰りたくないのは分かった。何か事情があるんだな。仕方ない。それなら今日は私の家に泊まるといい。そうだな、幼児化が解けない限り誘拐はいつでもできる。今日一日くらい一緒に過ごしてやってもいいだろう。いいの？嬉しい。可愛い奴らだ。少し遠いが別荘の方なら警察の手はまだ回っていないだろう。しかし今は金がない。この子たちに何を食べさせれば。ほら、暗くなってくると変な奴も出てくるんだ。気をつけないと。特にお前たちみたいな皮。おまわりさん、あの人です。うちの弟が。なんだ、なんなんだお前たち。私はこの子たちを助けようとしていたんだ。やめろ、話せ。もういい、子供たち説明してくれ。なあ、可愛い子供たち、今日一日楽しい時間を過ごしたろ。これから一緒にお風呂に入ってご飯を食べてな。そうだろ。おじさん、遊んでくれてありがとう。バイバイ。な、おい、待て、待ってくれ。おい、私を置いていかないでくれ。ネツコ、実は俺ドクターじゃなくて。あ、炭治郎、体が元に。本当だ、よかった。何、一体どういうこと。いや、それが俺たちにもわからないんだ。子供たち、私は一人ぼっちなのか。誰か私の友達になってくれないか。